第1位、はい、第1位はですね、柏原君も知ってるかもしれないです。はい、はい、現柏原レイソル監督のペルシーノ監督です。なるほど。はい、ネルシーニョ監督はその勝つっていうことに対しての執着がすごいんですよ。だからビトーリアっていう言葉を掲げてるぐらいなんです。スローガンでビトーリアって勝つっていうことなんですけど、ポルトガル語で。だからそれをもう本当に体現してる、常に。だからその練習中とかもう常にみんな本当は見ていただいてんですけど、もう常に見られてる、はい、もう常に見られてるから、ちょっとでも変なプレッシャーもんならすぐスタメンの選手でも外される。試合に出てて変なプレーしたらすぐベンチ外とかになった、次の試合で。結果全てみたいな。そう、はい、結果で、その代わり結果を出したら試合にサブの選手でも使ってくれたりとか、はい、練習中と試合中の顔つきが伝わるかな。俺ってね、怖い顔あんまできないんだけど、もうすごいのよ、もう眉間にしわよはいちょっと伝わりづらい、はい、伝わりづらい。変顔タイム。違う変顔タイム。もうね、すごいの。もうね、眼光鋭いっていう、俺あんまできないね、できないね。眼光鋭いこれ。いや、ふざけてる。違う。だからまあ、ちょっとごめんなさい。ふざけてるわけじゃないんですけど、もうほんと眼光鋭い。もう、ね、危機迫るもんがあるんですよ。はい。だからそれを生き残るためには、はい、勝つためには、はい、いいプレーをしないといけないっていう、そういうのが常々あったから、はい、だからもうずっとネルシーノ監督はまあ本当に怖さっていうか、だから勝利に対する執念のその落とし込みがすごかったから、はい、だからそれがもうなんかこうなんていうんだろうな、すごく怖かったし、ずっと見られてるし、いつ外されたらどうしようみたいな視線をずっと感じる。そう、ずっと感じる。あ、ずっと感じてる。だからまあそういう意味でずっと1年間通してすごい学ばさせてもらいましたし、はい、すごい経験をさせてもらったんですけど、1年間通してずっと怖かったです。もう 見られてて、ずっと見られてて視線合わせられないですか。そう、怖くて、ね、怖くてもう絶対合わせられない。はい、うん、だけどネルシーニョ監督は普段はめっちゃ温厚、すごい笑顔が可愛らしい、すごいいい方なんですよ、はい、普段は、はい、でも一歩練習に入ったり試合に入ったらすごい、もうだから言語は違うけどミーティングとかでも熱量がすごいんですよ、もう勝ちに対する。はい、だから言葉は分かんなくても勝つんだ、勝ちに行くんだみたいな、うん、だからすごいから、こっちもだからね、自然とさ、モチベーションも上がったり、勝つために生き残るために俺たちはみたいな感じに なりますし、はい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 、まあまあ名将と言われるのはまあ納得ですし、はい、納得です、納得なんですけど本当に怖かったです、はい